小田栄一郎さんの人気漫画、ワンピース。ワンピースのハリウッド実写ドラマシリーズ、ワンピースのタイトルロゴが9月3日、公開された。原作ロゴをイメージして制作され、王の文字には、実写版の麦わらの一味のトレードマークが描かれた。トレードマークの骸骨には、主人公、ルフィの左目の下の傷が反映され、鼻部分の空洞には、ルフィらしき姿が描かれた。E の文字も原作ロゴと同じく怒りの形になっている。実写ドラマの第1話のタイトルが原作のコミックス第1巻収録の第1話と同じくロマンスドーン、冒険の夜明けとなることも発表された。実写ドラマは原作者の小田さんがエグゼクティブプロデューサーとして参加し、ドラマ、カウボーイビバップ、スノーピアサーなどを手掛けるハリウッドのトゥモロースタジオが制作する。エージェント・オブ・シールドやネット FLIX のマーベルドラマシリーズを手掛けたマット・オーウェンズさん、ロストなどのスティーブ・マエダさんが脚本を担当。オーウェンズさん、マエダさんはエグゼクティブプロデューサーとしても参加する。ネット FLIX で全世界配信される。ワンピースは手足などがゴムのように伸びる麦わら帽子の青年、ルフィが海賊王を目指して仲間と共に大海原を冒険する姿を描く漫画。2010年3月に発売されたコミックス第57巻の初版発行部数が日本出版史上最高となる約300万部を記録。2012年8月発売の第67巻は初版約405万部で自己記録を更新した。2015年6月には最も多く発行された単一作者によるコミックシリーズのギネス世界記録に認定された。1月4日発売の週刊少年ジャンプ 5.6 合併号で連載1000話に到達した。コミックス第100巻が9月3日に発売されたことも話題になっている。コミックスの全世界累計発行部数は4億9000万部以上。1999年からテレビアニメが放送されており、11月21日に第1000話に到達する。